一番最初に、じゃあ平和って何かっていうのを定義しなさいって聞かれる、うん、自分たちが挙げる、いやこれが平和だみたいなっていう考えがどん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 いろんなあの読む文献によってぶち壊されてる。植民地支配者、まあ、強者によって作られた世界、中心の世界のもとにみんな生きてるときたら、うん、人種差別も男女差別も環境問題みたいなものも全部納得いく。日本の教育だと真面目でやりなさいって言われる、うん、実際じゃあなんで真面目でやらなきゃいけないのかっていうのを植民地主義が実践してきた系の教育とかを見ていくと、真面目でその自分自身のことを律することができる人を育てることが一番その支配をする上でしやすい。あ、自分が当たり前として教えられてきたことは、あ、こんなに深くその歴史とか国家による支配みたいなものにもすごく通じてるんだって。実際じゃあ自分はどういう風な世界の理解を持てばいいんだろうかという、じゃあそこの中でどんな未来を自分は描き直したらいいんだろうかみたいな、これ考えるには絶対これ平和学校やんなきゃいけないなみたいな。アメリカの大学生のインタビューということで、今回はアーラムカレッジ4年生伊沢くんに来ていただいております。お願いします、このチャンネルではグルーバンクロフトという日本からアメリカに経済的援助をしながら支援をする奨学金の非近生、日本人の非近生がアメリカ留学のまあいろんなことについて喋るという企画になってるんですけども、今回はもう神回となっております。もう喋る前からハードルが上がる。いやでももうすごいまあ楽しみというか、あの個人的にしてた企画なんですけど、この伊沢くんが取ってるまあ専攻が平和学っていうピース&グローバルスタディーズって言われてるやつなんですけど、まあ、それについても何をしてるのか、何が面白いのか、なんでこんなにこの人は平和学をしてるのか、うん、今平和学のその先にあるものは、うんうん、もうひたすらもう喋っていただこうというやつで。そうだね、多分平和学って何かみたいなのから話せるといいのかなという気はしていて、うん、まあ今自分はアーラムの4年生で平和学専攻をしていて、アーラム来るまで平和学っていう学問があること自体知らなかった。そうなんや。まあなんかまあコンフリクトスタディーズとか紛争学みたいなのはよく聞いたことはあったけど、平和学と言われてもなんか世界平和を実現したい人がやる綺麗事の学問だなみたいな。すごいそんな感じですね。そうそう、結構なんかバイアスもあった。アーラムに来た当初は全然平和学専攻にするつもりも全くなかったんだけど、まあ実際平和学っていうのが、まあ、どうやって平和を実現できるのかとか、まあ、紛争をどうやって解決できるのかみたいなのを考えていくんだけど、じゃあまず平和って何なのかみたいな定義とか、じゃあ平和がない状態っていうのは、例えばじゃあ暴力がある状態が平和ではない状態っていう、じゃあ暴力って何なのか、直接的な暴力もあれば構造的に貧困とかその経済的な格差だったりとかみたいなものも暴力に入っていくんじゃないかみたいなところに深掘っていくと、実際平和を実現するためにはなん、ま、かなり構造的にいろんなレイヤーがで社会のことを批判的に考える必要があるっていう、紛争解決のこととかは学ぶけど、実際学部としての特徴は今の社会構造に対して批判的な国際関係みたいな、今の社会がどう機能してるかよりも、じゃあこれをどうもっと良い状態に変えられるんだろうかのを結構クリティカルに見ていくっていう、まあなんか国際関係とか経済学、人類学、哲学、歴史学のまあ本当融合みたいな、平和っていう観点で全部ごちゃって融合させたような学問っていう感じですね。でも結構ポジティブな感じ。あ、そう、かなりポジティブ、しかも想像以上にセオリーと実践にすごくフォーカスしてると、まあ、理論と実践、理論上はこうなったら社会が良くなる、で実際やってみる、そう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 、だから実際そこの部分をどっちもに重視を置いてるのが、なんかあのその平和学のパグスの専攻の中にあの、まあ、フォーカスのテーマでできるのが、まあ、4つぐらい確かフォーカスがあって、はい、例えばその法と正義とローアンジャスティスとか、あとリリジアスパシフィズム、なんか宗教学、宗教を通じてどう平和を実現するかとか、はいはい、あとまあフォースジェネレーションっていう、まああのまあ、理論の超セオリーベースみたいな、あと一番最後プラクシスっていう、はいはい、まあ、実践、お理論を踏まえた実践っていうので、俺は実際そのプラクシスっていうのをトラックをやって、そうなんや、そこが平和学のすごく好きなところかもなっていう部分で、っていうのも実際哲学とか、まあ、経済学とか、まあなんだ歴史学とか、うん、実際なんで今の状態につながってきたんだってことを歴史とかも理論的に学んで、でも理論だけで終わってしまうことのすごく物足りなさというか、実際これどうやって現実に変化に起こしてつなげていったらいいんだろうっていう部分まで
の知識を教えてくれるというか、実際その辺紛争解決、コンフリクトレゾリューションの授業では実際本当いろんな紛争をどう仲裁したりとか交渉するかみたいなののテクニックを学んだりとか、俺は取らなかったけど Methods of Peacemaking っていう、はいはいはい、まあ、実際とピースメイキングを実践するかっていう授業ではアラムがあるリッチモンドのコミュニティに入っていって、うん、そのコミュニティーオーガナイジングをやりながら授業を受けるっていう、すごそうのとかがあったりとかして、本当その実践と理論っていうのを両軸にかなり重きを置いたプログラムだっていうのはすごくなんか、まあ、魅力的だなっていうふうに、あまりそういうプログラムってアラムの中でもあんま他にないんじゃないかなっていう。面白い。なんかこう、まあこうぼやっと紛争、はいはい、戦争、平和じゃない状態があって、はいはい、それを解決して平和に持っていくみたいな、はいはい、ぼやっとこういろいろそれをなんかいろんな宗教とか哲学とかいろんな視点から見るって今言ってくれたんですけど、うんうんうん、なんか具体的に最近というかこう世の中で学んだなんか例とか、はいはい、結構一個トピックとしてすごく覚えてるのは、うん、そのコンフリクトレゾリューションの、まあ、紛争解決の授業のブルグループロジェクトでやったのが、はい、コロンビアの内戦のテーマをやった時があって、はいはい、で実際そのコロンビアの内戦の中でなんて、まあ、右派と左派、まあ、あのコミュニスト系の左派 と、はい、と右派の対立、はいはい、でその二項対立では捉えられないもうドロドロのなんて先住民族の人々がいて、先住民族がゲリラともつながって協力したりとか、実際そのゲリラを辞めた人たちが左派の政党に入っていったりとか、で右派の部分の経済界とつながってたりとかみたいな流れみたいなのを見ていくんだけど、最近の起こってる選挙の流れみたいなのを見ながら、どういうふうにこの紛争解決できるのか、どの集団が一番この紛争の中で鍵を握ってるのかみたいなのを分析していくみたいなのを話したんだけど、実際でもそこをその授業やった後にラテンアメリカンヒストリーの授業も、うん、まあ、その平和学の、まあ、一環というか、だからラテンアメリカ史の歴史を読んでいくと、もっと前の歴史に遡っていくというか、1825年以前の歴史。はいはいはい。実際ヨーロッパ植民者が、植民支配者が1492年に来て、はい、そこの後に実際その先住民の人々を、まあ、殲滅しながら、うんうん、先住民の人々と連れてこられた奴隷のアフリカ系の人々が、うん、と、まあ、本当白人支配者を混血しながら、どん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 本当に複雑な人口構成が生まれていったりとか、その中で対立だったりレジスタンスも起こっていったりとかみたいなプロセスを見ていくと、実際その今起こってる平和っていうものの歴史を遡ると、もう本当にものすごく深いいろんなグループがそこの土地で自分たちの主権を求めて争い合ってで共存し合って対立してみたいな構造の上に今の現実があるっていう部分で、その水面下の部分が見えてきたりとかっていうのはものすごい面白かったなっていうのは。なんか今聞いてると、うん、こう最初なんかこう平和学、平和に対していろんな観点から見ていくって言ってたけど、うんうんうん、それってなんか割と当たり前のことなんかもしれないですね。そりゃそうしないと見えてこないに決まってるから、宗教なり政治なり経済も全てを見ないと、うん、その解決できるわけもない問題になるかもしれないです、ね、うんうん、本当にそうだね。だし、本当一番最初の平和学の授業で、グローバルダイナミクス&ワールドピース、はいはいはい、世界情勢と世界平和っていう、うん、この平和学の一番イントロの授業があって、はいはいはい、まあ、その授業の中で一番最初にじゃあ平和って何かっていうのを定義しなさいって聞かれる、うん、で、何やろな、でみんなその暴力がない状態とか、うん、全員のニーズが満たされてる状態とか、うん、まあ、みたいなことを挙げていくんだけど、はいはい、自分たちが挙げる、いやこれが平和だみたいなっていう考えがどん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 いろんな読む文献によってぶち壊されていく楽器が終わる一番最後の授業のタイミングで、はいはい、平和って何だと思うっていうね、はい、聞かれて、文脈によりますでも そうだなっていうのにだんだん気づいていくというか、自分もそのアラムに来て平和学メジャーをすると全く思ってなかったから、はいはい、平和学の最初の入門の授業を本当に取る気もなくて、そう、別のなんか人類学入門みたいな授業を取ろうと思ったらめっちゃ簡単だったから、はいはい、なんかもうちょっとなんか難しい授業を取りたいなと思って、その授業に飛び入れ参加したら、めちゃくちゃむずい、これ、出会ったことない理論にいっぱい出会ったりみたいなのも、もちろんそうだったんだけど、具体的になんでその平和学にしたのかみたいな、ね、そうですね、もともと自分はその環境問題とか気候変動のことをずっと
あの大学に来る前から活動をしていて、はい、なので気候変動対策を進めるにはどうしたらいいのかみたいなことをやっていったんだけど、うん、でアラムに来てじゃあ自分は環境学メジャーにしようかなみたいな、確かにそれ環境学専攻にしようみたいな、あのアラムにもエンバロメンタルサステナビリティっていう専攻があるんだけど、はいはい、それにやろうかなと思っていたら気候学の入門の授業を受けた時にその受ける前の楽器から、うん、まあ、この環境問題のことをもうちょっと文化とか思想の観点から捉えることってどうやったらできるんだろうみたいなのを、まあ、別のその英文学の授業を受けながら考えてたんですね、はいはいはい、でそれで実際その気候変動って本当例えば CO2 をどんどん出して排出しまくっていったことが今のこの地球上の地球全体の、まあ、温暖化なりいろんなあの台風とか山火事とかの災害につながってるっていうのは理解していたんだけど、じゃあ実際それでもそれが起こってきたことって、まあ、森を切り開いたりとか好きなだけ化石燃料を掘り起こして燃やしてっていうのが文化的に OK だって見なされてるから、その環境破壊ってものは起こってきたんじゃないのかっていうのを、あのまあその英文学の授業で言われて、じゃあその実際気候変動の環境破壊をその肯定してきた文化って何なんだろうかっていう問いを投げかけられて、あ、確かにみたいな、確かに確かに、てか実際そこが変わんないと、そのなんていうの、その上に成り立ってる産業とかが、うん、まあ、CO2 がじゃあ例えば減ったとしても、うん、同じ問題が変わらなければ、てか同じ構造が変わらないとまた問題は再生産されるようになる、うん、実際その構造が何だったのかっていうのを、まあ、学んでいくと、実際人間と自然っていうものをあの分離させて、日本語で自然っていう単語の意味を調べると、はいはいはい、まあ、人の手つかずなものとか、そうですね、あの、まあ、ありのままの状態みたいな意味が多分出てくるんだけど、うん、実際その人間、まあ、生態学的に学んでいくと、はい、人間自体もものすごく地球上の生態系の中で、あの、まあ、依存をしていて、他の生き物が、うん、あの、まあ、作ってくれたものを食べて、はい、息をして、まあ、生きてると。そう考えると別に人間って自然から切り離されてないんだよね。確かに確かに。なんだけどその切り離したっていうことが、まあ、実際その西洋の機械論的自然観みたいな言われるんだけど、その西洋文化の中で人間の思考とその外界っていうものの分離が起こって、自然はただの、まあ、オブジェクトである、はい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 、ものであるっていうの理解によって、ものすごく簡略した話だけど、まあでもそれが自然を実際人間が支配するっていう世界、人間が自然を、まあ、あの支配して秩序をもたらす存在であるっていうような考えが、まあ、すごく広まってきたと。まあ、実際キリスト教の聖書とか読むと、その人間が他の生き物とかを全てそのドミニオンを支配する存在っていうのがここと書かれてたりとかして、それと比べて、まあ、日本のアニミズム的な文化とか先住民族の方々の文化とかを見ていくと、あの実際その自然の中でいろんな生き物と共に生きるというか、その生き物は物ではなくて自分たちの親戚のような存在だったりとか、ある意味アニミズムでいう神様みたいな存在としてつながってるっていうのは、実際それをその関係を見ていくとかなり生態学的な理にかなっていくと。あ、そうなんや。そうそうそう、だから実際その意外自然を人間が支配するっていう文化構造自体を変えることが必要だっていうのに、まあ、気づき始めたぐらいのタイミングでその平和学の入門の授業を取った時に、実際そういった文化が、まあ、西洋を中心に発展したと、うん、でその発展した文化が、植民地主義を通じて全世界を覆ってしまったっていうことが、はあ、環境破壊を肯定する文化が地球全体に広がったことにつながったんじゃないかっていう。でかつ実際平和学の授業の中でその学んでいくと、先進国発展途上国って言葉がありますね、あるじゃん、はい、で実際それって何を前提にしてるかっていうと、先進国が先に進んでいて、はい、発展途上国後進国という人たちがそこに追いついていくっていう、あー確かに同じレーン、そう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 、追いつこうとしてる、そう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 、だからあのある意味はしごがあって、一番上に日本とか、はい、その西洋みたいな先進国がいて、みんなそのはしごを登ってそこになって西洋化していくことが発展であるという、発展であるっていう、良きであるっていうことって無意識に受け入れてるよねみたいなことを、うん、授業の中でそれ学んでいって、あ確かにみたいな、ってことはそこのはしごに
当てはまらない未来の形だってあっていいはずじゃないか。なんて結局今のこの環境問題なり気候変動なりを引き起こしてきた西洋文化になっていくってなったら、結果みんなその問題を引き起こす存在になっていってしまうんじゃないか。世界がその一つのその中心、西洋なり先進国っていうのが作った中心のもとにある一つの世界しか存在し得ないっていうこと自体がすごく問題なんじゃないかっていう。そうじゃない世界が存在し得ないなり、で、じゃあその、実際その西洋観の中において、まあ個人の自由っていうふうに言われているけれども、うんうん、実際その個人っていう存在、なんだろうな、一人一人が、まあ本当切り離されてしまったことによって、本当はみんな互いに他者の存在に依存してるはずなのに、それぞれのその社会関係が切断されていって、全員自己責任的に、それぞれ、みんな自分で自分自身のことを面倒見なきゃいけない。っていうこと自体がまた構造的な貧困ともつながってきたんじゃないかみたいなこととか、だからそのかなり大きな世界観レベルで植民地主義的な歴史だったり、それによって生み出されてきたある意味神話というか、そこの一つの世界しかありえないっていうこと自体を疑っていくことが必要なんじゃないかっていうのを、まあ、その平和学の入門の授業で学んで、これだと思って、いやおもろいな、今聞いててもなんかおーってなる。そう、このあここだったんだみたいな、はいはいはい、その環境問題のことを解決するために何かできないかなと思って自分やってたけど、うん、根本の構造自体のことを考えないと、CO2 減らすだけでは全然不十分じゃないかみたいな、はいはい、西洋植民者なり植民地支配者、うん、強者によって作られた世界中心の世界のもとにみんな生きてるときたら、うん、人種差別も男女差別も環境問題みたいなものも全部納得いくというか、白人男性、例えば日本人男性、はいはい、シスヘテロの男性が自然、まあ、それ以外の存在を支配するっていう構造で見ていくと、うん、本当にいろんな問題がその歴史にたどり着いていくっていうことにまあ気づいて、で、そう、実際そこを学んだ時に、あっこれだと。だから実際平和っていうものよりはその平和学っていうものを通じて疑っていく世界観だったり、もともとだから その授業を通じて自分が持ってた世界に対する見方自体はその全部壊された感覚というか、はいはい、日本の教育だと真面目でありなさいって言われるけど、実際じゃあなんで真面目でやなきゃいけないのかっていうのを、植民地主義が実践してきた教育とかを見ていくと、真面目でその自分自身のことを律することができる人を育てることが一番その支配をする上でしやすい、何も言わずに勝手に自分で自分のことをコントロールしてくれる存在をいっぱい増やしていくってことだから、非支配階級を生産するための手段としては、できる限り真面目なで時間通りに動く人間をやることの方が、資本主義の生産をするための人口としてはものすごく使いやすい存在を増産していくことにつながる。自分が、なんだろう、当たり前として教えられてきたことは、あ、こんなに深く、この歴史とか、国家による支配みたいなものにも、すごく通じてるんだ、みたいな。こと、一個一個、なんか、その殻が破られていくというか、わーみたいな。じゃあ、実際、じゃあ自分はどういうふうな世界の理解を持てばいいんだろうか、というか、うんうんうん、実際、じゃあそこの中でどんな未来を自分は描き直したらいいんだろうか、みたいな。これ考えるには絶対これ平和学の方をやんなきゃいけないなみたいなのを思って、そう、それで平和学専攻にしますって言って、平和学って名前自体にはそんなにあんまり愛着はないんだけど、自分の興味関心っていうのを一番深めるためにクリティカルな視点をくれる学問だな。ほんとさっきちょっと例出してたやつも、うんうん、いやその通りですよね。例えばもう日本で給食当番があるとか、うんうんうん、そう、みんなでグループで掃除するとか、うんうん、遅刻してきたらそいつが周りより遅いから、周りとずれてるから怒られるとか、いや、そう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 、そういうの、まあ、まさにこう集団主義、コレクティビズムっていうのはみんなに謝りなさいって、なんか何を謝らなきゃいけないそうそうそう、お前らが先クラス来てただけやろみたいな、お前らが早かっただけやからみたいな何もそこになんか善悪もないだろうみたいな、まあそのシステムの良さも多分あるんだと思うけど、いや、その通り、その通り、それを全部なんていうの、廃止する必要があるとも思わないけれども、平和学で言う言葉がガバメンタリティっていう、うん、ガバーン、まあ、統治されやすい
メンタリティ、まあ、支配されやすい人間となるためのメンタリティを獲得していくっていうのが、あ、何それ、俺が日本で学んだの全部ガフメンタリティ、それをそのメンタリティを持って育ってきたんだよ。そう、あ、それだったのかね。ちょっと一回そこから自分も下脱しなきゃいけないなみたいなのも平和学の授業を受けてて結構学んだ部分では、うわー、ちょっとしびれるな、ちょっとしびれるな。なんかそういう観点で見ていくと、はい、その見方というか、すごく今の話した話ことって、まあ、批判的に今の世界の構造を見ていくというか、うん、そのままで受け取れるんじゃなくて、うん、じゃあ実際自分がその乗っかっていた言説って何だったんだろう、意識に加担していたことって何だったんだろうみたいなのを、まあ、学んでいくと、実際もっと違う形で未来のことを考えたりとか、違うアプローチで歴史を考え直したりってことが、あ、できるなみたいな。それがきっかけで他の分野にも哲学だったり、あと美術史とか結構違う分野にも興味が広がっていったっていうのもあるかな。面白いな。